皆さんこんこにちは大事です今日はクラスの中でね、えー、コーチの倫理ということについて、えー、どんぐらいかな3時間ちょっとぐらいかけてねみんなでいろいろディスカッションしたりとか検討したんですけどやっぱこのすごい大切だねまああのー、とりあえずね最低限、えー、守秘義務っていうのがあってそれをやっぱ守ろう大切にしようぐらい、えー、のことをね持ちながらやっていくで構わないけど他にもね実は、えー、コーチが持っとく べきって言うとちょっと強いかな。でもまあべきその倫理規定みたいなものっていうのはやっぱり存在してるんですよね。でまあ団体によって考え方は違うから、まあ僕のところには僕のところの考え方があり、他には他の考え方がある。で、あのぜひね、えー、コーチカウンセラーをやってる人で、ああそういえばしばらく倫理規定についてねあ,あの掘り返ってなかったなっていう人は、あの自分の団体のでもいいし、あとネット上なんかにはねあの 倫理規定げてててくれるるようなな団体もあるからこう見てみながら見みがね本当に何を大事にしながらコーチングしていきたいんだろうってカウンセリングしていきたいんだろうって考えてみてもらいたいなと思いますね。だし、えっと、独学であのコーチングカウンセリングをやってたりとかまあなんかスキル本みたいなね、えー、ものを読んで学んでるみたいな人たちっていうのはやっぱり倫理規定について、ね、あの説明されたりそれについてよく考えたり。えー 実際にこういうケースどうするんだろうって検討したりとかっていうことはなかなか機会がないと思うんだよねで,でも本当にねなんか法的に罰せられなかったらいいとかってそういう話じゃ全然なくってやっぱりコーチがねそのあり方とかねそれからコミュニケーションしていく上でとかねあと何か、えー、トラブルが起こった時にどういうことを大切にしながらどう関わっていくかとかっていうことは実はあーコーチングのスキルとかねコーチングのプロセス、うん と同等にもしくは下手したらそれ以上にぐらい大切なものかもしれなくて要は我々が何を大切にしながらコミュニケーションを取るかってのね我々がやっぱり人とどう関わりたいとかさ人をどう見てるっていうことがダイレクトに反映してるしでコーチングっていうのは我々がどうえ相手のことを見てるかっていうことによってねその相手にいろんな影響が生まれちゃうわけだからそういう意味ではね何を大切にして関わるのかっていうことを考えてるのがねこの倫理の時間だと思って。 でえー、もう一回ねあの自分がスクール時代に学んだこととかっていうのを振り返ってみていただけたりするといいんじゃないかなというふうに思っております。まあせめてね守秘義務って何なのかっていうことだったり、まあ、あとは二重関係ねあのクライアントと二重関係持たないだろうね。あの 利益相反に気をつけるだろうね、まあ、みたいなことっていうのはあの、まあ、どこでも歌われてることだからまずそれ理解してねで大切にしていくもそうだしあとそれ以外にねやっぱりコーチが大切にした方がいいことをしないともしかしたら危ないことってどんなのがあるのかなっていうことにね、えー、興味を持って、えー、今一度見直してみたり是非してみてくださいということでそれじゃあまたバイバイ。